こんにちは、さくらです。今日はですね、私の最近の毎日メイクをご紹介していきます。それでは早速、よいしょ。はい、じゃあ早速メイクをやっていきたいと思います。お気づきかと思うんですけれども、私髪の毛を切りました。結構短くなったんだよね。でもギリギリ結べるかなぐらいのボブにしました。じゃあ早速やっていきます。今ちょっと乾燥するので、唇にはこのクラランスのリップオイル、コンフォートリップオイル14番の桜をのせてます。これね、潤いすっごくて荒れないし、私は保湿用として使ってます。はい、ということで早速メイクをやっていきます。はい、じゃあまず下地からいきます。下地がこちら、じゃらん、&B UV ミルク顔体用日焼け止め SPF50PA4+。 これなんで私最近使ってるかっていうと、河北さんのメイク YouTube を最近すっごいよく見てて、 &B ちょっと集めたいなと思い始めて、まずはなくなった下地から使ってみてます。これね、石鹸で落とせるんだよ。こんな感じ、結構伸びるから、私これも絶対出しすぎたなって思った。ちょっと出しすぎました。もっともっとちっちゃいパールでいいと思います。なんか私今までラロッシュポゼは本当にそれだけしか使ってきてなかったんですけど、下地はこの&B もかなり綺麗にトーンアップする。ほら、もうわかる、ラロッシュポゼよりもテクスチャーが固めだから、ラロッシュポゼの時はすごいなんか水分というか保湿クリーム並みに伸びたんだけど、これは少し固めなのでトン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 伸ばしていく感じです。うん、でもかなり本当にお肌が綺麗にね、明るくなる。 OK、 ということで下地は終わりました。はい、ということで下地が終わったので、次コンシーラーはこれです。エトボスのミネラルコンシーラーパレット SPF36PA3+。 これも日焼け止め効果あるんだよね。すごくない？コンシーラーなのに日焼け止め効果あるからね。これ私2021年のベストコスメの動画にこれを選びました。3色絶妙な色 ですっごい綺麗に色が伸びるし、潤う。コンシーラーで乾燥しない。真ん中をクマにのせます。そしてこの明るい色をこのさっきのせたオレンジの下にこう引く。こんな感じ。オレンジだけだとどうしてもここが最近他の色と調和させにくいなって思っていたのね。なんだけど河北さんのメイク動画を見ていたら、このオレンジのコンシーラーの下に明るい色のコンシーラーをこうやってやってたの。それ真似したらすごいね、馴染むようになった。このオレンジ色のコンシーラーが。OK。もうちょっとだけコンシーラーのこの明るい部分、鼻の頭にものせちゃう。あと口のこの口角のとこかな。バナナのとこ。あとはニキビ跡とか隠したいところにのせます。これは本当に伸びるんだよね。なんか硬くないの。潤ってるの多分もう見たらわかると思うんだけど、みずみずしいコンシーラーってあるんだってこれ使って思ったぐらい驚いた。これも石鹸で落ちるしいいよね。最近私割とコンシーラーで肌作っちゃうことが多いんだよな。だからファンデーションをもううっすらほっぺにのせるくらいになってきた。はい、 OK。あとちょっと顎下のね、ニキビの跡にものせていくわ。顎下のこのニキビの跡がね、あんまり治んないんだよね。これ絶対マスクあれとご飯食生活あれだわ。はい、でコンシーラー終わりました。はい、続いてファンデーションなんですけれども、エトボスのミネラルコンフォートクリームファンデーションのライトクリームファンデーションですね。でこれね、本当に少量で伸びるので、本当これぐらい、これでも多かったかなってぐらいを頬にのせて広げます。
顔の中心部からこうトト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 って広げていく感じ。はい、続いてパウダーやります。パウダーはこちら、キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダー01番あ、ブルームって書いてある。中がね、私今まで普通のファンデーションの色のパウダーはキャンメイクのはよく使ってたんだけど、今回はこのいろんな色になってるやつでいきます。これもね、やっぱね、めちゃくちゃいいのよ。触り心地がもうね、ふわんふわん。みんなにもね、おすすめしてるよ。これをそんなにいっぱいつけると、私は乾燥肌なので、粉吹いちゃう感じになるんで、本当におでことかに軽くこうやってやるくらい。おでことこの生え際、あとフェイスライン。この辺がベトってしてるとさ、髪の毛がすごいつくじゃん。なんかそれがあんまり好きじゃないというか、なんか綺麗に見えないので。最近はセミマットっていうのかな、このセミマットが好き。あとね、マスクでここね、こう当たるから、ここはパウダーでしっかりとやらせていただいて。もっとしっかりパウダーつけたいときは、本当にこの付属のパフでやるときもある。あとは、このちょっとだけこれを、付属のパフを使って、眉毛の間をちょっとだけ乾かしていく。ベタつきをね、取っていく。あと、二重の間。まぶたのところ。OK! パウダーは終わりました。続いて、眉毛をやっていきます。セザンヌ。これ今まで普通の細芯の方を使ってたんだけど、さらに細い超細芯アイブロウにしました。02番のオリーブブラウン。これね、色味がね、すごいいいよ。あ、でも本当に細いから見えないかな。こういう色味。で、芯がね、見て、わかるかな？もう、本当に細い。だから、ポキっていっちゃう可能性あるんだよね。だから、本当にちょっとずつ出して使う感じ。で、私はまずこれで、眉毛のアンダーラインだけ軽く描きます。はい、とりあえず、下のラインをこう描いて、あとはこの、眉尻を、ちゃっと。続いて、アートクラスバイロダンの、シェーディングのやつにパウダーとして使います。フーミーのこのブラシで。そうだから、本当になんかお正月なんだけど、なんか一瞬で終わった感じ。お正月が、あ、そっか、今日1月1日かみたいな感覚だった。で、パウダーを混ぜました。これスクリューブラシでちょっと整えます。やっぱさ、ちょっとさ、ここのね、密度がね、私ね、濃くて、今眉カラーの色が落ちてきちゃってるので、ちょっとだけやっぱデジャブのせよ。デジャブのアイブロウカラー2ナチュラルブラウン。ほんとありがたいよね、ブラシがもうちっちゃいから。なんか光がよくわかんない。はい、眉毛おしまいです。はい、そしたら次はアイシャドウをやっていくんだけど、今日はね、これを使おうかな。じゃん、キャンメイクシルキースフレアイズマットタイプ M02 ピンクっぽいアイシャドウなんだけど、イエベでもいけるピンクなの。マットって言ってるんだけど、ふわふわ系のマットじゃない。これは割とね、ツヤがあるマットかも。まずはここアイホールに塗っていきます。このね、シルキースフレアイズは本当にすごいと思う。革命だと思ってる。これいいね、やっぱデートとかにもいいかもしれない。ぜひ。で、さっきのこのここの色を涙袋にものせます。本当にこのさ、絶妙なピンクがさ、可愛いよね。で、私結構今までピンクのコスメを毛嫌いしていて、イエベだからって言ってずっとなんかブラウン、ベージュ、オレンジ、そっち系のものばっか使ってたの。キャンキャンの YouTube でキャンメイクのアイテムを紹介してる動画があるんだけど、いろいろ使っているうちに、これはイエベもいけるピンクだって気づいちゃったわけ。はい、ということで、さっきの色をまぶたと涙袋にのせました。この色、
ここを目尻と涙袋のこの下の際に入れていきます。どう？よくない？はい、で次涙袋にこのラメをのせていきます。ちっちゃい方のチップを使おうかな。いつもね、でも小指でやったりしちゃうんだけど、日によってって感じかな。で、このね、目のここにもちょっとね、ラメのせます。うん、かわいい。ぷっくり涙袋ってうまくできたときテンション上がるよね。話がすごく変わるんだけど、急に髪の毛をこんなに短くしたことって人生で多分ちっちゃい時以来なの。だから正直みんなが長い方が良かった、もうちょい長いさくらちゃんの方が好きだったとかだったらどうしようと思って不安はいっぱいあるんだけど、どうですか？インスタのストーリーでどうって聞いた投げかけにはみんなすっごい優しいコメントくれて、もうめっちゃ似合ってますとか、私も同じぐらいに切りたいですとか、そういうメッセージをたくさんいただいて、はぁ嬉しいと思って、あ、じゃあ別に切ってそんなに長い方が良かったですっていう子がそんなにいなくて良かったなって思ってます。まあでも髪の毛は伸びるからね、切っても伸びるからって言って思い切って切っちゃいました。はい、でさっきのラメをちょっとこの目の際にも少しのせます。だからみんなも髪型どう思うかぜひコメント欄でも教えてほしいなと思います。まあでも個人的には切って良かったなって思ってるけど、かなりイメージが変わったかなって思う。これで今年はいろいろお仕事できますように髪に思いを込めて。はい、ということで、ラメをのせ終わりました。で、涙袋ちょっとキラキラさせました。で、目の際と目尻にものせました、キラキラを。そうしましたらアイシャドウはおしまいです。はい、そしたら次はアイラインを引いていくんだけど、ブラックを今日は使いたいと思います。 SDB ピュアフリーアイライナーブラックです。これを目尻にちょっと引きます。ブラックって私緊張するのやるとき結構ちゃんと残っちゃうじゃん。だからちょっと集中します。あ、もういきなりやっちゃった。なんかまつげの延長な感じで引きました。これぐらい、本当に目尻にだけちょっとだけブラックを足しました。こんな感じ、足して、次はビューラーです。ビューラーはいつも通りスック、ビューラーは優しく上に向けながら私が顔を下に向けて、決してまつげをギーって引っ張る感じじゃなくて、なんかふわ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 って感じ。なんか私まつげがこう落ちてきちゃうのがすごく早いから、最近は片方こうやって上げたらもう片方を先にマスカラ塗るとかやってる。はい、で今日のマスカラはこれです。これはヒロインメイクのロング&カールマスカラの01番ブラックです。ヒロインメイクはね、すっごい綺麗にセパレートして長く伸びるから好きです。ただ落とすときに結構頑固だからしっかり落としてあげないとパンダになる。だから逆にヒロインメイクのマスカラリムーバーがあるからそれを使うといいと思います。はい、ということでマスカラができました。そしたらまずはノーズシャドウやっていきます。さっきの眉毛でも使ったアートクラスバイロダン、明るい色と真ん中の色2色混ぜて。なんか早くさ、海外旅行とか行けるようにならないかな。今行きたいのは台湾とハワイ。ノーズシャドウが終わりました。はい、じゃあシェーディングやります。セザンヌのシェーディングスティック01番。これ最近はね、結構前はここだけだったんだけど、最近もここから入れてる。これもね、川北さんメイクを見てからなんだけど、
もう私はここの部分から顔がこう曲がってますよって見せるぐらい思いっきり、もう最初にやるとき結構不安だったけどね、全然大丈夫。なんて言ったって馴染みがめちゃくちゃいいからね。やっぱり陰影をつけることが最近マイブームかな私。楽しいのこの瞬間が。あとシェーディングちょっと顎下もやってきます。顎の下もね、影っぽくして顔をちっちゃくしてみんなに会いに行きましょう。はい、ということでシェーディングが終わりました。続いてはチークなんですが、ロム&の01番、ここじゃなくてこの辺にやってます。この辺に、お目の下とここね、こう OK。 そしたら次にエトボスのミネラルアイバームホワイトスパークル目元美容クリームアイカラーを頬骨の高いところにだけポイントでのせる。なんか広くのせないでここだけ一番高いでのせます。でほわほわと広げる。ハイライトが終わりました。で次にチークなんだけど、これをチーク代わりにします。ミネラルアイバームのロゼソーダ、これ発売したばっかりですよ皆さん。めちゃくちゃ可愛いからね、本当に結構ピンク色してるんだけど、肌にのせるとそこまでピンクじゃなくって、今のアイシャドウの上から重ねてもめちゃくちゃ可愛いと思う。なんか重ね塗りすればしっかりピンクにもなるし、伸ばせばうっすらパールのピンクみたいな。最近はこれをちょっとねチークとして使っていくよ。これで頬もツヤっぽくなるし、うっすらチークの代わりにもなる、血色感も出るって感じ。うっすらピンクになったの分かる。ちょっとさ、アイシャドウの上にものせていいかな、これこのまぶたの上にも今のせたチーク代わりに使ったこれをのせます。うわい、かわいい、かわいい、これかわいい。はい、この絶妙なツヤまぶたが出来上がりました。で、チークにも乗せてるので若干の統一感もあるかな。はい、ということで顔は全て終わりました。リップ選ぼう。シャネルのルージュココブルーム110番、こちらはですね、スミレイナさん、スミさんですね。あ、スミさん結婚おめでとうございます。はい、まあ、そんなスミさんとコラボさせていただいた時にまさかのサプライズでいただいた口紅です。そう、3人ともね違う色をもらって、私は110番でした。ということで今日はちょっとこれをのせていこうかなと思います。かわいいよ。うん、良き。はい、ということでリップもできました。どうですか、どうですか。全体バランスを見たいので髪の毛もしっかりやっていきたいと思います。はい、ということで髪の毛もやっていきました。じゃらーん。今日は私の最近の毎日メイクをご紹介しました。いかがだったでしょうか。まあ、最近私はイエベ秋の私でもできるピンクメイクにハマってます。イエベだからちょっとピンクはなと思っている方、ぜひ参考にしてほしいなって思います。ということでこの動画がいいなって思ってくださった方はグッドボタンとコメントとチャンネル登録お願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。